はい皆さんこんにちは森崎ですはいえっと今ちょっと動画の出力中なのであと5分ぐらい時間があるのでちょっと明日の動画を撮っちゃおうかなと思いますで今日はすっごい見にくいなちょっとやめてあのー、今日はあのねあれなんだあれなんだど,どれだっあのー、そう思い出した <laughs> あのプニプニの最近クッションにはまってってね毎日こう 届くの、クッションが。で、ちょっと、今んとこストップしてるんだけれども、あの、そのクッションの中でも、エりすぐりの、もふもふな、もちもちな、ムニムニな3つを、紹介したいなと思います。これ、本当にあれだから、あのね、私、すごい不眠症で、全然寝れなくて、だから、本当に人間なのっていうぐらい寝れなくて、で、マジで2日3日、全然ロケの時とか、寝ない時とかあったから、 オールで仕事とかとかあった,あったんだけれどもなんかもうさ寝ようかなと思ってちゃんと寝たい時は寝ようかなと思ってそこから低反発枕とかいろんなの探したんだけどあんまなんかその合致するもののなかったの自分の頭と後頭部とこうフィットするものがなかったんだけどこれほんとにやばいとはちょっとランキング別ルルルルン。で第3位はこちらの。 のモフモフのハートのクッションでございますこれは多分300円ぐらいだった気がするんですけどわかるこのわかるこのモフモフなビヨーンって伸びるタイプなんですよねすごいあのこうわかるかな伝わるかなこの感じなんかでもなぜ3位かというと わかると思うんですけどこのごつごつが溜まってきちゃうのやっぱ300円だからそうだからちょっと寝てるときにうんってなるときがあるから3位でもねモコモコっていうかもちもち具合は本当にどれも変わらないのでめっちゃ好きですでこれはあでもこれ2位の方が良かったかな、まあ、次紹介する時に理由を言いますね 次のやつ、じゃあ、二位を紹介したいと思います。こちらです。緑かって思うんですけど。デレデレデンデンよく私似てるって言われるのがチャピンそう、ガチャピンです。このガチャピンは。なんでかっていうと。足とかね、足をこう乗っけたりとか、ね、この、な、な、な,なんか今片言なった。けど。足をこう乗っけたりとかするときに、めっちゃね、いい形をしてらっしゃるから、2位なの。 なんだけどもあのー、私がこうウエーとかウエーってとか伸ばしすぎた結果ねすぐ壊れたのほらもう糸が出てきてるでしょだからちょっと今3糸に迷ったんだけどただ形がねどうしてもで頭とか超フィットするのこれフィットするしまあなんかもう本当にこうあついちゃったごめんねキスマークつけちゃったそうなんかねこうやってこれできるからめっちゃ プニプニで、もちもちでおすすめな一品です。はいで、でです、でです、これを上回る第一はですね、じゃじゃーん、パンパンですこれ伸びるのほんとにほら、パパーンシャレじゃないよ。今、じゃレっぽくなっちゃったけど、違うよ。違う違う、ででんみたいな意味で言ったんだけど、あのこれほんとに。 これはマジでもちもちしてるあのまあ食パンのみたいな感じあのいろんな食パンあるけどうん食パンにそっくりほらほらもっちりで売ってる食パンにそっくりな感じこれは私全部これあのー、ゲームセンターとかなんですけどあ全部じゃない嘘ついたそうなんかハートのは違うんですけどゲーセンとかあとはあのー、アマゾンとかね探してるんだけどもこれはいくらだろう でも多分ね、正規品だとね、6000円ぐらいで売ってると思う。芸星ならと、どうなんだろうね。食パンもっちりん、食パンクッション角型もっちりっていう名前だってで。これすごいの。なんか何種類かあって。でもこれめっちゃいいよ、これ。ふわふわ、ふわふわしてるからね。本当にあにめっちゃ癒されると思います。なんで本当にこれは。 さっきのはこ,ここにあったんだけどもだからここの首とのこの境目にフィットするからめっちゃ寝やすいんだけどたまになんかガガー,ー,ーってなる時があるのねでもこれは幅が広いからもう全面的に全面的にこう後頭部をカバーしてくれるわけでなんかもうねあわよくばこうなんていうの半分にこう折ってこうできるしみたいな柔軟性を持っているんです彼はなので 一番おすすめでも本当にねあのねもこのクッションおすすめですマジもっちりクッションって調べたら出てくるからな,なんかもちもちクッションってやったら出てくるかもしんないんですけどなんかいろんなサイトで多分売ってると思うんだけどマジでおすすめ本当に私これ抱っこしてないと寝れないぐらい今マジでおすすめですなので皆さんこれとかねまあこれだったりとかねこれだったりとかもいっぱいあるんですけど あの本当に皆さんおすすめなのでこうちゃんもねこれ抱っこして寝てるのこれ私と取り合ってるぐらい本当にそんぐらい無意識のうちにこれを抱いて寝てるのこうちゃんだから本当にねマジで楽なんですよだから皆さんよかったらあのもちもちクッション調べてみてくださいあの安眠効果マジで半端ないんでそれで YouTube とか流れてる安眠音楽とかと一緒に弾きながら寝るともうもうベスト ベストですもう確実にあのもう憩いの世界へいざなってくれるいざなってくれる、うん、なんかあのとりあえず連れてってくれるのであの本当におすすめです。ということで今日はもちもちクッションの紹介でしたマジで皆さん安眠安眠できる安眠できるから是非使ってみてください。ということで盛り上がりでしたバイバイ今日の動画は終了です 明日、明日あげます。ってかもう多分、昨日マック上がってて、今日これあげるから。よろしくお願いします。バイバイツイッターインスタ s t a g r a の番組の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ありがたく一番いいことばっちり。チャンネル登録してて、ね、チャンネル登録してて、